木村です。ドックンです。お願いします。今日は、変化球の握りと、解説やっていきます。早速いきましょう。はい、お願いします。今日球種なんですけど、まあ大体今多いと言いますか、ほとんどまっすぐ、まあ基本なのがカーブスライダーで、昔だったらまっすぐとカーブしかなかったんですよ。で、今その高校生の見てると、まっすぐもあり、カーブスライダーカットボールフォークとかチェンジアップとか結構おしゃれですよね。僕らの時考えられないですよね。やっぱりそうなるといろんなご指導者が多かったり、まあ動画みたいとか、なんか雑誌みたいとかっていうので、まあ吸収していくと思うんですけど、で僕自身は、吸収が何があったかというと、まあ、まっすぐ、カーブ、まあ、スライダーでフォーク、チェンジアップ、シューター、カットボール。結構おしゃれですね。結構あったんです。だから僕投げなかったシンカーとラックリーダーですかね。一応投げてました、試合では。ですけど、僕なんかパープルだと、なんかカーブとチェンジアップ、スライダーしかないみたいな。で、コントロール F。F やばいっす。そうなんですね。あ、主にどういう球種が一番使ってました？そうですね。まあ、基本のまっすぐと、スライダーで勝負球で、まあ、スライダーも縦と横あるんですけど、スライダー、まあ、縦の変化、まあ、スライダー使ったり、フォーク使ったり、左バッターにはチェンジアップ使ったり、まあ、やってます。なるほど。変化球主体だったりとか、速球主体だったりとかあると思うんですけど、はい、まあ、市場さん、速球派じゃないですか。でも結構変化球多かったですよ。なんですかね、その日の状態もあるんですけど、キャッチャーがまあサイン出すの、ほとんど僕、首振らず投げてたんで、結構変化球。で、まあ、調子悪い時はまっすぐ見せ球にしたりとかっていうので組み立てていったりしましたね。なるほど、はい、今回の動画ではその変化球の握り方と投げ方とか、はい、そうですね、はい、まあ、あくまでも僕の握りなんですけど、まあ、いろんなことを吸収する意味でもいろんな人に聞いた方がいいと思うので、僕なりのこう握りと投げ方、どういう投げ方をお伝えできたらなと思います。はい、じゃあぜひよろしくお願いします。はい、はい、早速まっすぐなんですけど、一つ目握りこうです。こんな感じ。ちょっとだけ開かして、でこんな感じやります。はい。で、この投げ方なんですけど、まあ人によってはその、よく教えてもらったのは、人足指入れて、ちょっと感覚持ってるだけで。で、藤川球児さんとかって、こういうふうにつけるんですね。はいはい。で、なんですかね。で、この指で押し込む。押し込むって言うんですか。こういう。ああ、回転を与えるってことですね。をできそうでできないんですよ。握力が必要。握力も必要だし、やっぱそのリリースの瞬間がこういう横軸だとできないんですよ。あんまり横軸だと。で、縦軸だから今回と去年日ハム入った吉田君とか、まあ、まっすぐきれいに縦軸なんで、そういうホップしたボールが投げれるというところ。なのでポイントはまっすぐが基本なんで、まあでもフォーシームと言われれば4つ通せばこれまっすぐなんで、まあ投げやすい握りでいいと思います。で、中には基本右ピッチャーだったらこうですけど、こういう人もいます。こっち握りで投げる、山を変えるってことですね。こっち向き、はい、こっち向き、だから人それぞれ違うんで、自分が投げやすいボールいいかなと思います。はい、はい、で、2つ目がカーブ、ですね、こんな感じですか、見えますか。大丈夫です。で、ちょっとだけ指を離す。はいはいはい。投げる瞬間どうするんですか。こう離して、ここから。あ、なるほど。もう一回、もわもわ、もわもわ、低い姿勢でお願いします。なんで、こういうふうにやっていて、ここから、このまま、あくまでもイメージ、実際はこう投げれるんですけど、イメージはこういう感じ。ここから離して、頭の上から。イメージは。イメージ。イメージ、頭の上からボールを上に離したい。なるほど。はい。はい、で、スライダーは、ちょっとまあ2種類あって、一つは、まっすぐこうだとさっき言ったと思うんですけど、ちょっとずらします。こういうふうに。で、このまままっすぐです。まっすぐというか、ちょっとだけ、ひねる感じですかね。ちょっとだけ、こういうふうに。手首の動き。はい。はいはい。変えて、ちょっとだけ変えてあげて、縦に、僕は縦に押しました。縦ですが。ああ。で、ちょっと横に曲げたいときは、ちょっと違います。こういうふうに。握り方が違いますか。あ、山が違うんですね。ちょっと指もこっちに。さっきまっすぐこうなんですけど、はい、こっち。うん。
こう投げて、やり方はちょっとひねるんじゃなくて、まっすぐまっすぐでいってこういってまっすぐこうだ、はい、これをこうちょっと体のちょっとほう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 、ここからこうこれだけ、それがスライダーですね、横スラ横スラほうっていう感じですか、ね、なるほど、なるほど、なので踏み方は、ここの縫い目、ちょっと軟式で見にくいかもしれないですけど、こう縫い目があったらここのとこにかけて軸があると、はい、それでちょっとしやすい、引っかかると引っかかるという感じになります、はい、はい、で、次カットボール、カットボールはさっきスライダーこうだったじゃないですか、こっちです、まっすぐが真ん中だとしたらちょっとこっち、はいはいはい、内側に入れるってことですね、でこれまままっすぐになります、あ、まっすぐ、はい、で最後に、まあ、ちょっとこれもあと人によって違うんですけど、まっすぐ投げていくんですけど最後にこっちにシュートみたいな、こっちにです、こうに切ります、イメージこう、ほう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 、よくスライダー横曲がりのボールってこうやって切る人多いです、じゃなくてこっち反対です、こっち回転をかけて、はいはいはい、はい、人差し指、はい、っていう感じ、中指なんですよ、人差し指でちょっとだけ、まっすぐの軌道で曲がる、なるほど、ほー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 、で、まあ僕フォークはそんな重く投げないんですけど、こんな感じ、フォークって肘とかよく壊すって本当なんですか、ね、結構握力使うんで、相当ここどうか痛めるんで、ここに来ちゃうんですね。開いてる。でも、僕が、よくフォークの神様である人、杉下さんって、明治の大先輩で。知ってます。で、あの人でも教えてもらった、大学の時教えてもらったんですけど、ちょっと見にくいです。ボールを地面に置いといて、普通フォークってよくみんな、こうやって開くじゃないですか。そうすると結構負担して投げにくいですよ。はい。で、フォークを投げやすいポイントは、まあ、ちょっと分かりにくい。これ地面なんですよね、地面。はい。で、ボールを置いときだすとか。時に、こうやってやるだけです。これが一番自分に投げやすい、投げやすい。あ、教えてもらいます。拾って、ある意味拾った時のような感覚。こうやって拾うじゃないですか。そうすると一番簡単に握れますよね。これです。で、これで、まっすぐ落とすんじゃなくて、伸びるまっすぐを投げなさいって教えてもらったんですよ。伸びるまっすぐをね。まっすぐ、こうやって、こうやって、こうに見える。はい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 。このボールと同じような軌道で投げます。フォーク。なるほど。でそしたら、だから今までフォークって見切り変えたり、ちょっとなんか、グッと押し込んで、はいはいはい。その手前でのまっすぐ投げにくかったんですよ。それを、ちょっとこういうのを置いて、簡単に、こう全然力入れなくていいです。っていう感じです。おすすめですね。これは本当に。で、まあ、ね、実践無理なんで、キャッチボールとか、よく塀があったら、遊び感覚で、ね、はいはいはい、やってみるといいかもしれないですね。なんか、工藤監督とか、ソフトバンクの、はい、あの人とかは、ですよね、カーブとかを遠投でやってたとか。そう、みんなそんな感じです。遊び感覚で徐々に読ませていって、短くした時にやってる。はい。で監督を、まあ、身につけさせると思うんですね。なるほど。はい、で、次はチェンジアップ。これ僕ちょっと前にお伝えしたかな、漫画で覚えたんですけど。漫画。聞きました。高校引退、野球終わって、ちょっと本の紹介、まあ、ストッパーブス島っていう本が当時あったんですよ。その時に、なんかチェンジアップを、その時、なんかこういう落ちるボールないかなーっていう時で、チェンジアップを握りって、OK ボール。で、ちょっと改良して、こんな感じ。で、縫い目も、ちょっと、はいはいはい、でこれもこれはちょっとこういう風にやるんじゃなくて、ただまっすぐだよ、うんうんうん、ちょっと自分的にこうやって開いてるから、こういう風にちょっと身体に落ちて、はいはいはい、得意ボールでしょうねっていう感じですね。漫画から日によってはちょっと投げづらいなっていうか、小指をこっち側に移動させたり、はい、こっちにやったりとか、はい、っていう感じですね、はい、はい、ありがとうございます。こんな感じですかね、僕の印象は。はい、はい、なので、まあ、参考にちょっともしていただけて、ただいきなりねピンピンピン投げても無理なんで、ほんとさっき言った遠投から、今開いて遊び感覚でカーブだったら
上にこうポーンって投げて遊び感覚でやるイメージが一番いいかなと思います。はい、以上になります。変化球を握ると、解説をやりましたけど、前回のやつのキャッチボールの基礎編から始まって、まあ、フィールディングとかやっていたんですけど、今後グラウンドを借りて実際変化球がどれぐらい曲がるのかをフィールディングにノック打ってもらってフィールディングするというのは皆さんのイメージがつきやすいようにやっていきますので、もしよろしければ、ちゃんと見ていただいて、もちろんチャンネル登録とあのいいねボタンを押していただけると嬉しいです。お願いします。はい、ありがとうございました。